こんにちは、料理教室のぼんちゃんです。今日はとっても手軽に作れるチーズケーキをご紹介いたします。特別な型も必要ありません。材料は牛乳とヨーグルト、ポイントが満載ですので、ぜひ最後までご覧ください。では早速始めたいと思います。まず材料の説明です。牛乳、ヨーグルト、ゼラチン、レモン汁、お砂糖、そして土台に使うビスケット、今日はこちらのマリーを使います。低糖質やお好みのものを準備してください。では早速始めたいと思います。まずヨーグルトの水切りから始めます。準備するのは器とザル、そしてキッチンペーパー。キッチンペーパーはこういうタイプのものではなくて、モフモフっとしたものをお使いください。キッチンペーパーをザルの上に敷きます。ヨーグルトを入れます。表面が乾燥しないようにラップをかけて、冷蔵庫で半分の量になるまで水切りをします。ヨーグルトの水切りが完了したので作っていきます。重さを測ってみます。215OK です。こちらのホエーの作り方は別動画にアップしていますので、ぜひそちらをご覧ください。カルシウムやタンパク質などの栄養がたっぷり出てますので、捨てるのはもったいない。 URL は概要欄に貼っておきます。では作っていきます。お水を用意します。大さじ1のゼラチンを入れます。混ぜます。これで少し置いておきます。型の準備をしておきます。牛乳パックを切ります。半分よりちょっと上くらいがちょうどいいです。こんな感じにカットしました。ビスケットをポリ袋の中に入れます。手で割ります。空気を抜くようにして上を閉じて、綿棒で押してあげると早いです。なるべく厚手のものがおすすめです。こんな感じになれば OK です。牛乳を入れて湿らせます。使うビスケットによっても牛乳の量が異なるんですけれども、ギュッと押して少し固まる感じで大丈夫です。こんな感じで固まれば OK です。それを牛乳パックの中に入れます。綿棒などを使ってぐっと押し込みます。これで型の準備は OK です。牛乳を入れます。先ほどふやかしておいたゼラチン、お砂糖、火をつけます。混ぜながらお砂糖とゼラチンを溶かしていきます。完全に溶けたら火を止めます。水切りしておいたヨーグルトを加えます。混ぜます。きれいに混ぜ合わされば OK です。レモン汁を加えます。
先ほど準備しておいた型に流し入れます。冷蔵庫で半日冷やし固めます。しっかりと冷えて固まったので型から外していきます。濡れ布巾をレンジで温めて周りに巻きつけます。いただきます。滑らかで舌の上でゆっくり転がすと溶けていきます。クリームチーズや生クリームも使っていないので後味もすっきりとしています。すっきりとしていながら濃厚な味わいが癖になりそうです。ビスケットの生地もしっとりとしていて硬すぎず柔らかすぎず生地との相性が抜群です。重たくないのでこのくらいのサイズでもペロリと食べられそうです。特別な型も不要。土台作りもとっても簡単ですのでぜひ作ってみてください。このチャンネルでは料理がもっと楽しく楽になる料理術を娘に伝えたいレシピ集とともにお届けしています。この投稿が参考になりましたらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。